串川市は、かつて、沖縄県、沖縄本島の中部にあった市である。沖縄県、第二の都市である、沖縄市に隣接する、人口6万5千人の中堅都市であった。2005年4月1日に、隣接する石川市、中上軍活連町、与那城区長と合併して、うるま市となったため消滅した。市役所はもともと、平良川にあったが、1987年に、 現在の緑町に移転し、合併後はそのまま、うるま市役所となった。現在は、うるま市中心部として発展している。沖縄本島中部、活連半島の付け根に位置し、唯一金湾と中城湾に面する。現在の住所は、うるま市となった、他の地域と異なり、地名、町名がそのまま引き継がれている。例えば、串川市緑町なら、うるま市緑町。 ぐしかわしあざあげななら、うるましあざあげな。うるましの次に字が付けられるのは、旧ぐしかわしのみである。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。県立高等学校私立中学校私立、小学校琉球バス交通、沖縄バス、東洋バスが、旧市内に乗り入れているが、琉球バス交通が、最も多く大半の路線が、 串川バスターミナル止まりとなる。うる市全域を含めても、那覇バスターミナル発で市内を通過するのは111番の高速バスと77番の辺野古経由、名護東線のみとなった。琉球バス交通の前身の琉球バスはもともと、石川にバスターミナルが置かれていたが、1980年代に串川に移った。沖縄バスは、 旧市内は通過のみで77番を除きやけなバスターミナル行きとなる。東洋バスは合わせ営業所が前原にあるため30番合わせ東線や31番合わせ再線などの路線が乗り入れている。一方、那覇バスは前身の那覇交通時代に石川方面のバスが旧市内を通っていたが1998年に石川線撤退を最後に 乗り入れがなくなり、現在は高速バスのみとなった。路線の詳細は、沖縄本島のバス路線を参照。串川バスターミナル泊まりの路線合わせ営業所泊まりの、路線旧市域を通過しるま市内泊まりの、路線るま市内を通過する路線。ありがとうございます。